んにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない敵と知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、予言、おう、予言、予言でございます、これはですね、ブラジルのジョセリーノさんという方がおりまして、この方がですね、実は安倍さんのね、元首相の銃撃されて亡くなるということを予言していたということが話題になっておりまして、まあ、今までもですね、チェルノブイリの原発の事故だとか、ダイアナ妃のですね、もう亡くなったこととか、あと地下鉄サリン事件だとか、アメリカの同時多発テロだとか、中国の四川の大地震とかね、そういうのをね全部的中させてきた方ですね。もう昔から有名なんですよ、ブラジルの方でね、で今回は安倍さんの銃撃事件、あれを予想していた、プラスなんと11月にね、南海トラフが来るんじゃないかということも言っておられます。ここら辺を解説していきたいと思いますよ。あ、じゃあまあ都市伝説ですけど、ちょっと当たよく当たる人がいるというか、ね、そう、まあでも今出てきた事件全部裏のニュース全部一緒やから知ってたんじゃん。いや、誰か言っていこうか、チェルノブイリ。いや、ダイアナさんは、やめてくれ、それやったらもう四川の地震まであれだって。いや、都市伝説ですからね。どういうことやろ、そう、全部あのね、あの情報を聞いてたんちゃうかっていうオチなんですけどね。はい、都市伝説、今回はちょっと都市伝説で楽しんでいきましょう、ライトな感じで見ていきましょうということで、はい、ではその本題に入る前にですね、ちょっとだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください、今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、そうやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました、そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、ある意味言論統制ができてしまいました。そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしています。はい、実は YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。はい、既に新作動画が40本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。こちらはメルマガでのみ動画見る方法をお知らせしてます。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません、完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。ジョセリーノさんね、ホームページもあります。このポルトガル語なんですけれども、で、まあ、いろんな予言をね言っておられるんですけれども、その中にですね、この安倍晋三首相のことも言ってたわけですよ、で2010年とか2009年かな、の時点でこんな手紙を送ってたらしいです、内閣総理大臣安倍晋三殿ということで、ジョセリーノさんから2020年の1月6ということで送っているんですけれども、どんなことを言ってたかというと、これ実際に送ってたって言って日本の政府の方から言ってるわけじゃないので、本人がジョセリーノさんが送ったって、送ったって言ってるんで、まあ、実際わからないんですけれども、一つはね、COVID-19 は2021年から23年の間に経済に大きな影響を与えるでしょう、そして2020年安倍首相は大腸炎に発生して菅さんになるでしょう、もうめちゃめちゃもう、そうなってるやんっていうことですね、でマーブルグウイルスっていうのが2025年から2026年にかけて出てきてパンデミックになるでしょうということも言っておられますね。でそれはですね、最初の兆候は2021年にアフリカで現れるでしょうというふうに言ってるんですけれども、もうすでにこれマーブルグウイルスというのがギニアで去年ですね、実際確認されておりますということですね、でニパウイルスっていうのも発生して、その前に何かの兆候を表すでしょうが、世界中で大流行する可能性があります。ニパウイルスっていうのも実際にも出てきてます、で演説中に安倍首相が打たれますと、2022年7月8日、もう日にちまで当たっちゃう、で奈良の
大和西大寺の駅近くの路上で演説中に撃たれますと、うん、まで言っているんですよ。すごくね。で容疑者が山上哲也容疑者がです、お前そんな言ってたの？いやほんまに言うてんのよ。これ送った言うてんねんもん。ほら女性リーナさんはほんまやね。そんなんと僕も言えるけどな。いやいやいや今やったら言えるけど2020年の時点で言うてんねんで。でそれ送った証拠はないでしょ。いや証拠はないけどそら、うん、安倍さんが持ってるんじゃん。それ出てきたらすごいってなります、ね、あでもこれからね、うん、これからのことも書いてますよ、うん、アジアに24個以上の台風があると、ね、えらいことになるよということを言ってますね、うん、でヘリコプターが急病で墜落してパイロットが死亡すると、うん、これは、2021年にヘリポートからリークするということで、これね実際そういう事件がねあったんですよ、うん、これ2020年10月7日でまあ大体場所も一緒ということで、うんまあ、ぴったり合ってるんですよね、うんうん、パイロットは木更津市に向かっててパイロットは急病、これはもうこういうのを打つやつをやってたからと、うん、その影響だっていうことを書いてますけれども、そこまではこのニュースでは書いてません、うんうん、まあ医師が亡くなったということだけ書かれておりますということですね。で韓国人女性として初めてトップフェスティバルで受賞したカン・スーヨンさんがこの副作用でですね心肺停止すると、うん、ソウルで亡くなる可能性があるということを言ってますが、実はこれもね、うん、そうなってるんですよ、うんうん、なんか反応が薄くてちょっと寂しいな。で水上レストランジャンボ、うんね、香港の南シナ海に沈みます、はい、こんななってるんですよ。はい、なんかこう怪しんでる。君たち怪しんでるよね。これ聞いてすげーってなる人おらんやろ逆に。なんでよなんでよ。だってもう言うてるねん 、うん、言うてんねんもんだって。でも この程度のことを信じたらもういろんな悪い宗教とかっていっぱい顔されんで。ああそうね。いやで高知水道の近くで 9.0 近い地震が発生すると、うん、はいはい、これが11月16というふうに言われております。この、ねうん、高知水道という地名がないので高知と紀伊水道の間っていうことなんではないかということで、それはもう南海トラフだろうということで、うん、11月16に南海トラフが来るという感じで言うてるんですよね、うん、ジュリアンさんはね。ジュリアンさんじゃあジョセリーノさんはね、まあ、だこれがもし何か当たればちょっと信用してもいいっていうのは先の話言ってるから、先の話言ってるからね、うん、今時点でね。そう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 。で、2022年の12月17日に飛行機が中国で墜落すると、上海で多くの負傷者出る可能性が高い。さっきの安倍さんの話とかでめちゃくちゃ抽象的やん。確かにおかしいよ、もっとちゃんと言えよ。あのね、うん、ジョセリーノさんは夢で見るんですよ、うん、あそんなもう怪しいやつ覚えてたやつをこうすぐに書いたりするんで、うん、打ったりするんで、うん、あのなんでそんなんだからニヤニヤしてるニヤニヤしとんねんお前ら。うんとね、うん、あとねこれだ、うん、台湾で強い地震が2回発生する、うん、7月17日に多くの犠牲者が出る可能性があると、うんうんうん、これはまだ実は起こってません、うんうん、17日も過ぎてるんですけれども、はいはいはい、まだ台湾ではね全く何も、うん、台湾の最近の地震でマグニチュード6までいったやつっていうと6月20日なんで、うんうん、なんか起こってないんですよ、はいうん、いずれも発生しない場合っていうよく分からへんあのことも書いてあるんですけどね、うんうんいやこれ手紙送った時に同時にホームページに公開してなかったから信じし、うん、公開してたかもしれんよ。してたらもう今頃大世界中で神になってたこの人、うん、いや結構そうなんですよ、うん、そう今話題になってるんですよだいぶ、うん、だいぶ話題になってるんですよ、うん、なんかあれやねこの予言を僕が紹介する時ってこんな空気になるよねこんな空気になるよねうんうんあれですよ昔のやつは結構当たってたんですよ、うん、2007年もしくは2008年に日本に巨大地震が起きて被害が起きて大勢の命が奪われるというようなことを予言したことがあったんですけれども、うん予言されたその7月13
日から3日過ぎて7月16日にね、新潟県でマグニチュード 6.8 の一中沖地震が発生したことがあるわけですよ。地震大国だから適当に数字って絶対当たります。3日っすよ、3日ね。まあまあまあそうやな、日本でみたいな感じでね、言ってるからね、安倍さんの時めっちゃ最後まで全部細かく出てるから、日本のどこでとかピッチャー当ててもらわんと困りますな。いやいや、だから夢やから、ね、教えてもらったネタやったらそんなに、ね、こう詳しく言えるかもしれんけど、はい、なんていうかな、なかなかみんな信じてくれへんな。預言者の言うことを信じるやつの方が少ないいやだから、まあね、こういうことを、が言うてる人もいるんで、はい、この11月17日かな、は16かな、16か日ぐらい付近はですね、ちょっと注意した方がええんちゃうかと。7月何日かにもね、有名な人が南海トラフ起こるかなんかじゃなかったっけ。あった全くなかったけど、あったなかったね、そんな、なかった、なかったけど、なくてよかったって思ったわ。結構予言の人ってね、全部調べてたら毎月のようにあるよね、なんかね。あと予言者は全員予言ビジネスやってるだけですからね。予言ビジネス、それでもう稼いどんねんから。ああそうやな、ホームページも作ってるしな。そうやね、そういう側面もあるよね。だからエンタメとして楽しむと、あと、まあ、南海トラフずっと言ってますけど、南海トラフは確実に起こるのは間違いないんで、こういうの一つのね、あれ参考にして、いつ起こってもその、もし11月16日に起こってもちゃんと自分に助かる準備しておくっていうのは大事ですよね。そうやな。ということでね、今回もさっくりみんな信じてくれさっくり終わらせていただきたいと思います。もしこれがほんまに全部当たってんやったら、教えてもらったんじゃないの。教えてもらったやろね。そんなもん預言者でもさ、こんな詳しい状況当てれるやつなんかおらんからさ。もしほんまにこんな詳しい状況当てれるんやったら、こんなどうでもいい事件とかでね、予言するんじゃなくて、明日の株価さえ夢で見たらもう一生暮らしていけんねんから。ほんまや。いやまあ、こそっと教えてほしい、それで。手紙送ってください。いや明日の株価。違う。まあ僕が見れるようになります。そういうんじゃなくて、やっぱりこう世界的にね、大きな事件とかのやつを見るわけですよ、予言者っていうのは。でもこの人予言してるけど何も防げてないよ、だから何の意味もないよ。いや、これで安倍さんの暗殺を止めたんなら、予言者としての役は立った。いや、でもこれそのまま起こってしまったら何の意味もない。ただのエンタメじゃないですか。エンタメじゃないんです。ほら、起こってない予言もあるでしょ、外れてる予言も。じゃあこの人が台湾止めたんですか。そうそれはすごいけど、それはすごい、この人が止めたからね。ピタッと、なんでこの人の味方してるんだ。誰もこんなに批判的やったらちょっとぐらい、一人ぐらいな、応援せな。そういうことよ、台湾止めたんだよな、もうジュリアンのさんおかげよ。やっぱりね、みんなが知って、こうなんかこう意識することで地震が起きなかったりね。そう、スピリチュアル的にはそう言われますからね、人間のそういう概念が地震を起こすっていうのは日本的な考え方 ね、みんな警戒してる時には起こらないんですよ。で、なんか何も意識してない時に起こるっていうのがね、大体地震とかの常なんで、11月中旬あたり注意していきましょう。ジュリアノさんがね、ジュリアノじゃないニューヨーク元でしょ。先生まず名前覚えてください一番失礼です。ジョセリーノさんがね、これね、台湾の、日本の地震止めてくれますからね。みんなでこう一回と意識を集中していきましょう。はい、今回終わりにさせていただきます。というわけで、まあいろんな予言ありますけどね、まあこれからもちょっと都市伝説としてですね、はい、まあ、紹介していけたらいいかなと思います。そうですね、まあ、さっきもちょこっと言いましたけど、こういうのを一つの活用してね、はい、まだ備えていない人は地震とか備えて、地震は起こるのはもう 100% 確実なんで、11月中旬に起こると思って、まあ、そうです。今から3ヶ月単位で、ね、こう計画立てて、被災の準備してたらもうそれは間に合いますからね。いいことですから、うん、そういう活用もしていただければと思います。あと冒頭で言ったようにですね、コロナについて皆さんお伝えしたい情報まだまだたくさんあるんですけども、最近またね、ちょっと増えてきたんでやばい話もまだまだあるんですけども、そっちは残念ながら YouTube 一切いなくなりましたので、その情報を送りさせていくために、まだの方ぜひメルマガの方登録しておいてください。動画欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られて、まだチャンネル登録されてない方、登録もお願いします。高評価ボタンを押してもよろしくお願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。 Twitter や Instagram などのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。
本物の予言を見せてやれ、ダラムシの大喜利コーナー。え、何、本物の予言を見せるの、うん、はい、ジュリアーノかジョセリウムか知らんけど、そんなもんやつなんかはるかに予言者なの、ラムシさん、はい、こっちは予言、あらかじめ言うっていう格好の予言やけど、ラムシさんも預かる方の予言、神様からのね、メッセージを出してますから、本物の予言とは違いますから、この辺の予言とは、おお、もうね、うん、預かりもんですか、預かりもんです、神の言葉ですか、あ、そうですわ、はい、そう、来月8月に起こることを教えてください。かき氷が美味しいの、はい、いや、いいよ、一発目としてはすごい良い答え、もうこれでバカあったまったんで、なるほど、うん、ゆいちゃん、セミにおしっこかけられる、噛むなセミニョンごめん、人の名前使って染めんのやめてもらっていいですか？噛んだだけやから、今日の責任、噛んだからあかんかっただけで、ちょっと、いやいやいや、今のは、ね、ちゃんと面白いからじゃあ9月に、あ、もう7月にじゃあ起こることをしてください、時間ないですから備えていきたい、7月に、うん、7月に起こっちゃうこと、うん、まあ、月末まで、月末までに、あー、なるほどなるほど、うん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 、ちょっと予言下ろしてください、わかりました、いきます、はい、見ました、おお、7月に起こること教えてください、うん、プーチンさんと岸田さんが一緒にサウナ入ってるっていうとこが見えましたね、今、あ、だからなんやねんって話やな、別にな、これな、なんやねんな、平和なったってことかな、そうそうそう、平和なったってことが見えたんですけども、うん、あの、面白くないねゆいちゃん平和嫌いやもんね、なんで平和大好きですよとね、8月、7月に起こること、ハーゲンダッツの期間限定がきなこでなんでやねんってなる、そうやな、そうだよね、なるなんでやねんとならへんかな、ならへんかな、きなこなんか冬の限定やん、ね、そういうことか、細かい細かいな、うん、普通はね、こう爽やかなシャーベットとかが期間限定なんですけど、うん、きなこあんみつとかやったら、あ、ありかなと思っちゃいましたね、ちょっと、あ、夏で、あ、食いしん坊やからな、うんうん、食いしん坊やからな、お前ら食いしん坊やからな、ほんま、うん、わかりました、わかりました、7月に起こることは、お、今ゲスト待たしとんねん、そやねん、そやねん、あれよ、先輩が待ってくれてんねん、今すぐ、ほんまや、神尾さんの先輩ね、話してください、ほんまや、ほんまや、ほんまや、7月に起こることを教えてください、うん、カツオさんが待たせすぎてブチ切れる、誰か分かる今またしてる先輩ね。あと50回滑る。それ今日の予言。いや、いいですよ。いいのね。あ、じゃあ今から7月は50回滑る、50回滑る、ね、それ当たりそうやね当たりそう、当たりそう、でも今なんか、うん、ピンポン鳴っちゃった、当たるってこと、予言やから、ほんまよ、バイバイ先輩も出しとくからまだまだチャンネル登録、高評価ボタンでもよろしくお願いしますありがとうございます。